はい、格闘タクニュース、ゾウの雑白です。今回は牛久潤太郎が朝倉未来には絶対勝てるがクレベには勝てない致命的弱点とはについてです。今週末ライジン39が行われます。そのメインカードがフェザー級タイトルマッチ、10年間彼女のいない牛久チェリ太郎 VS 盆栽の魔術師ダルシム小池選手の戦いです。案外格闘家の予想では牛久チェリ太郎の勝敗予想でいうと勝利が多いという意外な展開になってきました。おそらく逆張りをしているだけだとは思います。まず牛久チェリ太郎ですが、柔道ベースでサウスポーの右利きの選手です。本当少し前、ライジンに参戦する前はボクレスというよりもレスボクと言ってもいいほどテイクダウンを取ってつけるような選手でした。しかしライジン参戦後はなんとストライカー寄りのオールラウンダーと180度戦術を転換してきました。そこで斉藤豊選手に勝ち、その次は神田光也に勝ち、その次は斉藤豊選手に勝つなど強豪相手に3連勝もしています。強みはスタミナとパワー、そして高いレベルのオールラウンダースキルです。弱みは KO や一本がない打撃力の点と打たれ弱さです。斉藤豊戦は2戦連続で勝てたんですが、ここには大きな理由があります。それは今言ったようにスタイルチェンジです。格闘技ファンの方だったらわかると思いますが、今まで牛久選手はフィジカルとスタミナ、スクラムの強さでタックに行ってテイクダウンしつける戦いで勝ってきました。しかし斉藤豊戦ではしっかりと距離を取りながらサウスポーから打撃を当てながら防御寄りのファイトスタイルで一発を狙うようなスタイルでした。そして直近のリマッチではスイッチも使いながらしっかりと前足からの牌を決めていました。それぐらい打撃スキルも高くなっているのです。しかしここには大きな弱点というか大きなポイントがあります。それは180度スタイルチェンジをしたところです。斉藤豊選手はオールラウンダーでストライカーです。空手出身です。ですので牛久チェリ太郎がスタイルチェンジする前のタックルを一番警戒していました。一番の武器だったとも言えるでしょう。タックルを警戒しながらの打撃戦で負けてしまったのです。ただ神田小屋戦なのですが、牛久チェリ太郎と神田小屋戦がディープのタイトルマッチを行いましたが、ここについては実はかなりの接戦で判定 4-1 ぐらいの接戦でした。どちらが勝ってもいいというような戦いでした。これはなぜでしょうか。どう考えても斉藤豊選手と神田小屋選手では言い方悪いですが斉藤豊選手の方が随分強いです。ただ接戦になったのはこれは神田光也選手が牛久チェリ太郎の一番の武器だったタックルを一切警戒しなくていいからです。というのも神田光也選手は身長108センチでリーチが190センチと日本人トップレベルにリーチが長い選手で打撃のリーチも長いのです。プラスレスリングエリートですので牛久チェリ太郎のレスリングもそこまで警戒する必要はありません。長いリーチで戦っておけば大丈夫なのです。ですのでタックルという一番の警戒ポイントがなくなり、ストライキング同士の戦いとなりました。そこで競ってしまったのです。斉藤豊選手はスタイルチェンジ前のタックルという亡霊に負けたとも言えるでしょう。そして今度朝倉未来 VS 牛久チェリ太郎を考えた場合にも同じことが言えます。我らの土色サメ肌ナポリタンマスよりハワイアンデムの朝倉未来は典型的な右利きサウスポーカウンターファイターです。左ミドルでプレッシャーをかけ入ってきたところで右フック、もしくは左ストレートを見せて左の三日月ミドルでダメージを与え左のハイなどで戦ってきます。一番のポイントはテイクダウンディフェンスです。テイクダウンされてしまったらなすすべもなく負けてしまうのです。ただ朝倉未来は正直かなりマネジメントがうまく、今までタックルの強い選手と戦ったことがありません。昔戦ったギルー選手もタックルがうまいわけではなく、スイッチをしながらタックルに入ったぐらいで、他の選手もほとんどタックルが無知なので選手とは一切戦ってないという凄まじいリスクマネジメント能力なのです。ですのでタックルが武器の選手と戦うのであればタックルを警戒しながら打撃を打つので、かなり打撃の精度が落ちてしまいます。同じように牛久潤太郎選手はタックルもできる選手です。ですので未来はタックルを警戒しないといけません。そして柔道もやっていたので四つ組も強い選手です。そうなってくるとミックンはストライキングの技術がかなり下がってしまいます。しかもカウンターファイターの肝は自分でプレッシャーかけて相手が入ってきたところにカウンターを打ちます。クレベル戦もそうですが、クレベル選手が後半からはずっと打撃でプレッシャーをかけミックンは下がっていました。牛久チェリ太郎も同じように打撃でプレッシャーをかけ、タックのフェイント、組のフェイントをかけながらプレッシャーを逆にかけることができます。そうなってくるとストライキングの精度スキルが落ちたミックンは普通にチェリ太郎にやられてしまうでしょう。
そういうことでタックルというポイントを無効化できたのが神田浩也選手なのです。そしてクレベル選手にとってみれば相手からのタックルっていうのはウェルカムです。普通に考えればタックルはされたくないのですが、逆にクレベル選手は寝技が強すぎるため自分から引き込むぐらいの選手です。そうなってくると牛久リ太郎にタックルをしてほしいのです。逆にということは牛久リ太郎の最大の武器だったタックルが逆に弱点となります。であればもうクレベル選手は自分で打撃でいくかタックルでいくか組でいくか選択肢はクレベル選手にあるのです。牛久選手としてはタックルも警戒しないといけない、組も警戒しないといけない、上にストライクも警戒しないといけません。クレベル選手はもうストライキングだけでいいのです。しかもクレベル選手は実際は喧嘩ファイトなのですが力が弱そうに見えますがかなり強いらしいです。佐々木ウルカ選手曰く一発軽く入っただけで鼻が折れたそうなのです。それぐらいの打撃の強さを持っています。喧嘩ファイトっていうのはいわゆる軸をずらしながら荒っぽく打っていくのですが、これは逆に言うと体重移動をしているという考え方もできます。ですのでクレベル選手は体重移動をしながらしならして打つので弱そうに見えてすごい体重の乗ったパンチが打てるのです。そこでカイルアゴー選手にしてもオーバーハンドのフックを打ったのですが、こちらが見事に決まりダウンし、そこからダースチョークを決めました。ですので今回牛久チェリ太郎とクレベル選手が戦った場合相当有利なのがクレベル選手です。ダルシム小池がヨガファイヤーで牛久チェリ太郎のチェリーをもぎ取ってしまうのではないでしょうか。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今週日曜日はライブ配信ではなくロードトゥ UFC の動画配信を動画速報をしますのでご覧ください。それではさよなら。